はい、9月15日のいじってみますは、ハイキーズというゲームアプリをいじってみます。これはよちよち歩くネズミさんをサポートしながらゲームクリアを目指すというパズルゲームアプリです。では起動させます。起動。はい、チーズとスタート画面が出てきました。まずオプションから見ていきます。オプション、はい、ここでは BGM や効果音のボリュームのコントロールと、あとバイブレーターのオンオフを切り替えることができます。ではホーム戻ります。ホーム、はい、次にガイドを見ます。ガイド、ここではゲームの説明があります。こんな感じで、でアイテムの説明やミニゲームの説明があります。このハイチーズにはメインのパズルゲームの他に神経衰弱、後出しじゃんけん、ルーレットといった3種類のミニゲームがついています。ではホームに戻ります。ホーム、はい、ゲームスタート、始めます。スタート、ニューゲームがやりたいので一つプレイの記録を消します。はい、ではニューゲームで始めます。ニューゲーム、はい、ストーリーの導入があります。ここはネズミさんたちの暮らすラッドランド、平和なところです。ですがある日人間たちの手によって崩壊の危機にさらされてしまいます。そこで20日ネズミのクッキーがハイチーズというチーズを集める冒険に出てみんなを助けるぞという物語です。では頑張れクッキー、ゲームのスタートです。ここでステージセレクトができます。と1から50まであります。でこのエンターと書いてあるゲームは順番じゃなくてもやることができますが、クローズドとついていればやることができません。これは必要なチーズを集めることによって初めてできるゲームになります。では順番通り1からやっていきたいと思います。では1セレクト、エンター、はい、ここで最初に出てくるこの数字が目標タイムになります。この目標タイムをクリアするとアイテムを手に入れることができるボーナスステージに行きます。おっと危ない、こういう感じでネズミさんが穴に落ちないように無事にゴールできるようにという風にやっていくゲームです。クリア。では次は2面じゃなくて5面やってみます。5、エンター、はい、でネズミさんはさっきから一方方向にしか動けません。一方方向っていうのかな、決まった方向にしか動けません。でゴールに行きたいけれどもどうやったらいいんだろう、わー、わかんないわかんないよーってやっていると穴に落ちてしまいます。落ちるとゲームオーバーになってしまうんですけれども、何回もやり直すことができます。こんな感じでね。はい、このハイチーズというゲーム本当にやりごたえがあって楽しいです。で全ステージをクリアしてもその目標タイムに挑んだりミニゲームで遊んだりして、とても長いことたっぷりと遊ぶことができるアプリです。では9月15日のいじってみますはハイチーズでした。ありがとうございました。